AKB48 の左友彩香が14日、自身のツイッターを更新。グループを卒業することを発表した。左友彩香、AKB48 卒業を発表。同日、AKB48 劇場でチーム B による公演、アイドルの夜明けを行った同グループ。左友は自身のツイッターにて、今日の公演で卒業発表しました、と報告。チーム8に加入してから約9年間、楽しいことや悔しいことがあったり、かけがえのないメンバーと出会い、家族やスタッフさん、そしてファンの皆さんに支えられて活動できました、と振り返るとともに、卒業の理由について、チーム8の活動休止を節目として、私は卒業することを決意しました、と説明。ファンの皆さんはとても寂しく思うかもしれませんが、新たな道への第一歩、という前向きな気持ちです、と心境を綴った左友。卒業時期は、7月中を予定しているという。同日、グループの公式ブログも更新され、本人からのコメント、そして同様の文章が掲載されている。AKB48 チーム8万2023年4月より活動休止。チーム8は、AKB48 を構成する AKB4 に続くチームで、2023年4月に AKB48 劇場で行われた、チーム8結成9周年特別公演、及び、ピアアリーナ MM で行われた、AKB48 チーム8春の総決算祭り9年間の軌跡、をもって活動を休止。活動休止中、チーム8メンバーは兼任先のチーム所属となり、AKB48 メンバーとしての活動を継続していた。